やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。ちょっと加湿したいんでマスクします。おめでとう。いやおめでとう。結婚か。サミは知ってたの？知らねえよ。さっき LINE で知ったんだよ俺。彼女の存在知ってたけど、まあ別にそんなあれだしね。彼女の存在でも結婚ってなると俺の中でマジで別格だな。めでたい。本当にめでたい。それかシャルルがもうどうしてもこの人は話したくないってぐらい愛したか。いや、いやいやいや、いろんなことが繋がったな。人の変化ってやっぱ人が起こすもんでさ。なんでシャルルが謝るようになったのかなっていうのは、どんだけ環境が変わってもさ、彼は謝らなかったじゃない？ニコニコの時代からツイッチになって、でツイッチの中でも歴史っていうのがすごい変わっていくわけだよ。まだアングラな時代からどん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 ホワイトになっていってさ、でいろんな人と絡むようになってもまだ謝らないし、でその中でもノルが流行ってきたって言ってもまだ謝らないし、でつい最近やっと謝り出したと思ったらそういうことか。本当にさっきゲマゲマの LINE で、先月結婚した、今日誕生日だから X で言うわとか言って、忍者おめでとうとか言ってるけど、お前も知ってたんだろうな。俺だけだったのかな、知らないの。いや幸せだね。いや幸せ。俺はシャルルをさ、関わる前から知ってるから、なんか配信者やってるとそういうことってあるんだよね。俺がロルを始めてロルの配信とかする前からニコニコのシャルルの存在は知ってるし、でシャルルと喋るようになって、大会を開くようになって、学校開くようになってとかを見てたから、俺はすげーよなー。シャルルさんって収入大丈夫なの？シャルル氏は配信をしてなくても結婚できます。お太いので、いろんなとこが。たまにね、こういう話題になるんだよね。スタさんは結婚願望あんのとかさ、ゲマゲマで結婚するの誰だと思うっていう。ある意味俺の予想は外れたね。俺はジャスだと思ったから。いや、ジャスはなんだ、なんか、俺はその、やっぱ生まれ育ったところの環境ってでかいと思ってるから、九州の血があると思ってんだよね。そういうのを決断するのが早いのかなと思ってる。あれヤンキーだけだよ。いやいや、ジャスの周りってヤンキーだらけらしいよ。成人式でさ、あのニュースに出てくるようなやつら出てくるらしいよ。結婚までしたら、俺別に人の恋愛話とかマジ聞かないし、俺のも自身も話さないんだけど、結婚までしちゃったら聞きたいんだよね俺は。釈迦さんとか河川さんとかに俺よく聞くし、釈迦さんも話さないけど河川さんはねウキウキで話すんだよそういう話。シャルル氏もちょっと聞いてみよう。シャルさん確実に太るよ。俺、シャルザップをやってた時に、彼女がいるって知ってたから、俺、その彼女の LINE をね、裏で聞いて、俺、彼女とやりとりしてたんだよ。今だから言える話なんだけど。シャルル氏が、あの時、何を食ったかっていうのをね、正確に教えてくれなかったから、正確に、教えてくれる人材が必要だっていうことを考えて、あ、そう、彼女いいんじゃんと思って、その、彼女にも、もう協力しますっていう話をもらったんだよね。で、LINE の名前が俺、フクロウってなってるんだけど。ちょっと、もう LINE の名前変えちゃったら名前覚えてないんだけど、俺の LINE 上ではフクロウって名前になってるの。フクロウさん。で、そのフクロウさんは、もうその、今日は何を食べて、脂質どんぐらいで、ご飯をちゃんと食べさせないと、シャルルが、ストレスが溜まっていって、毎回喧嘩になるんですって言って。で、俺がメンタルケアをしてくれて、喧嘩になると思うけどね。シャルルが太っていて死んじゃった方が困るでしょって話を毎回してさ。死んじゃったら元も子もないよねって話をしながら、ちょっとずつダイエットしていったんだけど、やっぱりどうしてもシャルル氏の食欲が勝ってしまうそうで、まあシャルザップはその時点でまあ断念と。まあでも途中までね、そのフクロウがあっちに寝返っていなければ、寝返ってなければっていうか、もともとこっち側じゃないんだけど、ちゃんと情報を伝えてくれているんだったら、しっかりとダイエットは頑張っていたね。まあでもね、その付き合って幸せな時にさ、俺が彼を安さしたいっていう理由だけでさ、喧嘩に発展してさ、別れてなんて言ったらさ、今の世界線にはなんないわけだよ。あのままシャルザップを継続してさ、シャルルの体やステッキはさ、フラストレーションが溜まっていきさ、この結婚するっていう世界線にたどり着けなかったのかもしれないなって考えると、英断だったのかもしれないね。シャルザップをやめたのが。ある意味あそこでなんかストレスフリーになったのはいいことなんだね。彼女については色々、相手については色々聞いてください。俺は知りません、本当に。
LINE の名前がフクロウっていうことだけで、その彼女に対しての個人情報とか何も聞いてないんで。別に聞く意味もないし。シャルルおめでとう、おめでとうだよ。俺は結婚したことないよ。結婚したことないけど、これだけはわかる。ゴールじゃない。多分結婚って今から始まるんだよね。すごいよ。だからなんか、彼女との喧嘩で、謝れるようになったんだろうな。シャルルを謝れる男にしちまうぐらいの女に出会ったんだな。すげえ人だよ。すげえ人に出会ったんだな。まあ確かに、配信者のパートナーはちょっとあれかもね。メンタリティが備わってるかもね。でもさ、もう言っちゃうんだけどさ、俺シャルル氏と30日にメイドカフェ行くんけどいいんかな、配信で。フクロウは怒んないのかな。まあ、一度もニヤニヤしないだろうね。当たり前だけど。いや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 、結婚してそんなすぐメイドカフェ仕事で行ってさ、まあ、ニヤニヤはしない。しないか。大丈夫や。なら問題ない。でもさ、今のところ30日予定ではあるんで。思ったより祝われすぎて行きたくないとか言い出しそうだけど。絶対に連れて行くわ。今どんぐらい宿泊されて、今祝われてんの？祝われすぎると行きたくないって言い出すあいつは。やばい、4000リツイートだ。まずい。祝われすぎてる。ちょっと LINE しとこ。30日、メイドカフェにも連絡入れてある。悪い友達。奥さん側からしたらこんな男友達いたら、たまったもんじゃないよな。ガチで嫌な友達だよね。まあ、3人一ちょっといろいろ聞くわ。配信するよ。当たり前だろ。結婚しましたのツイートした1週間後の人、プライベートでメイドカフェ連れてきません。さすがにしないっす。配信者意外と結婚してる人多い。いや、配信者はね、結婚した方がね、なんかこんなこと言うとあれだけどね、配信的な面で言うとね、安定すると思う。でも大谷さんも言ってたじゃん。野球に専念したいからっていう話をしてたじゃない？やっぱり配信者ってしかもさ、特にその体調とか崩しやすいし、生活習慣ぐっちゃぐちゃになるしさ、結婚するとそこがね、安定すると思うよ。超支えてあげる精神じゃないと多分無理なのかもしれないね。配信者の嫁さんって。まあ、あと、趣味に理解があるし、だろうね。ゲームっていうことに理解がないとね。ゲーマーじゃない人たちがさ、ゲームをしてくるわって言って多分長くて2時間ぐらいなんだね。我々のゲームしてくるわってさ、8時間を指すから。イメージつかないわー。すげーよ、結婚って。俺の今の、付き合うっていうことに関してはいろいろあるんだけど、結婚まで行くっていうのはさ、俺のさらに奥の話なんだよね。俺はその奥に行ったことないから、その俺論で言うと、付き合ったところから別れるところまで、0から100だとすると、飽きるまでの旅なんだよね。で、その飽きるまでの旅をどう遅延させるか。ギャップを生んだり、旅行に行ったり。でも、結婚って100から先の1なんだよね。俺はここはいけないからさ。だから俺はこういうなんか思想だから今。絶対に結婚向いてないんだよね。そこをなんか改善というか何かそれこそきっかけがあって。それを変えるのはシャルルかもしんないしね。俺も結婚する気がなかったけど、スタミナ？こういうことがあって、こういう素敵な出会いがあって、まあそんな喋り方しないけど。ついに結婚語ってくるかもな。俺は結婚してんだけど。そこはもう超えてるから。お前が言う101に行ってるから。まだお前ね、100にも行ってないよ。40ぐらいじゃない？でもさ、スタミやっぱさ、分かってないよね。この良さ知らんかは言わなさ、ササティックじゃないそれちょっと。ちょっと混同してない？ちょっとごっちゃになってない？人が違う。人が違う。シャルルじゃない。でもさ、結婚ってさ、してからどんぐらい幸せ続くんだろうなとか、やべえ！その思想がダメだ！俺やばいやばい！やば！俺！いや、本当に向いてない！俺マジ向いてないわ！はぁ、俺本当ダメだね。マジでしない方がいい。なんかこの辺自分を。
どんどんダークサイド。俺別に結婚否定派じゃないからね。結婚で幸せなもんだなとは俺すごく思ってるから。でも今のマインドだとちょっと俺はならないかなっていうだけ。結婚して後悔したことマシュマロでスノローだって。地獄の配信になるって。タイミングもタイミングだしさ、とんでもない出てくるぞ。友達が結婚してすぐにやるコンテンツじゃないよ。なんでこれ今のタイミングやったんだよ。おじいちゃん。いや、ジャソクさんこれ3年前だけど、今幸せだから。その話すると。よし。フクロウに LINE してみよう。まずは、結婚名とだけだよ。まずはね。最後の LINE めっちゃおもろい。飯の画像と、今朝 99.3 キロっていう。おもろい夢見ると。ご飯の後の体重は101キロ。涙。飲み物が足りなくて水を買ってくると言って買ってきたのがカルピスでした。カルピスのこと水だと思ってるのかな？映画行ったけどポップコーンはすべて松永が食ったっていう報告も来ていますね。毎日自炊で1日2回の食事です。一度量が少ないとブチ切れられたので品数を増やして工夫してます。彼が100キロ切った時に言った言葉は、ほら、だから言ったんだよね、でした。ほら、だから言ったんだよね。ちょっと待って。腹立つ、これ。マジ腹立つんだけど、この写真。この袋も袋で送ってくんだよ、これ見て。ラーメン楽しんでる、松永。ダイエット中だよ。ふざけんなこいつ。すげえ嬉しそうじゃん。ちょっと待って。こんなのおもろすぎるだろが。ああおもれえな本当に。俺がダイエットをこうやってするんだよって言っても脱法でいろいろね買ってきちゃうからその法を犯した時に送ってきてくれたんだよ。これダイエット期のご飯だと思えないんだけど、今見るとほんと崩壊してるな。崩壊してるな、マジで。いいはずないじゃん。待って、最新の写真が来たんだけど。ありがとうございます。スタートアップ再開しませんか。いやもう無理だろ、この写真添えてくんじゃねえよ。そのさ、いつもこの添えてくんの何、こう食物添えマスナが何なのこれ。煽りに煽ってマスナが。それではお疲れ様です。シャルル、結婚おめでとう。幸せになれよ。